ずっと戦争にいると息が詰まっていけねえ。その学校なかなか似合ってるじゃねえか。俺は荷を積み下ろしする人足、お前さんは臨時の水夫。ちょいと働く代わりにエレシアまで乗せてもらえるとはな。おまけに飯は出るしロギンも稼げる。 まさに一石三鳥だぜ。あ、バルバロス船長か。顔はいかついがなかなかできたお人だぜ。おかげさまで港に着いたらすぐ次の目的地へ向かえそうだ。名残惜しいが、 これでアドルよ。今度はどこへ向かうつもりだ？このままスニオンの港に着けばその先はグリーク地方だが<笑>詩人にでもなったつもりか？ルタのやつじゃあるまいし。 本来ならアフロカ大陸を西へ向かえるとよかったんだがな。おいおい、まさかアルタゴへ渡るつもりだったのかい？歌手。へへ、そのまさかさ。 アドルは以前からアルタゴに渡る手段を探してるんだ。呆れたな。アルタゴ公国とロムン帝国が紛争中なのは知ってるだろう。あの海域に立ち入れるとしたらそれこそロムン艦隊ぐらいだよ。冒険家とは聞いてたけどそんな無茶を考えるなんて。 なあ、こいつといると退屈だけはしないぜ。アドルが歩けば冒険に当たるってな。歌手、お前さんもどうだい？<笑>遠慮しておくよ。 ところで二人とも休憩時間はそろそろ終わりだ。ドギは戦争の方でさっきの作業を再開してくれ。もうそんな時間か。どれ、それじゃもう一踏ん張りしますかね。 アドル、また後でな。いや、戦争はドギのおかげですぐ肩がつきそうなんだ。アドルはバルバロス船長のところへ行ってくれ。仕事が一区切りついたら船長室へよこすよう言われてるんだ。
船長室は甲板の後方にある。よろしく頼んだよ。進路はっ、おう。ようそろう。アドルだったか。よく来てくれたな。まずはかけたまえ。さて、君は確か冒険家ということだったな。ならばセイレントを知っているか。ええ。ほう、さすがだな。このゲーテ界は多島界と呼ばれている。無数の島と複雑な海岸線によって難所としても有名な海域なのだ。だが最も恐れられているのは、近づく船がことごとく謎の沈没を遂げる島、それがセイレン島だ。それってこれから本船が向かう海域だ。
島から安全な距離を取って航行するがな。5年ほど前にもロムンの調査船が島の近海を訪れたのだが、岩礁もない凪いだ海に突如引き込まれたと聞いている。セイレンとはグリーク神話の船を沈める魔物どもの名だ。島を名付けた海賊に言わせれば永遠に呪われた地というわけだ。もしかして、うん、そうきたか。だが残念なことに答えられる者はこの世にいない。なぜならば上陸して戻った者が過去に一人としていないからだ。ゲーテ海の船乗りですらどんな場所なのか誰も知らないのだ。どうやら私は君の冒険家魂に火をつけてしまったようだな。この話は新米の水夫に必ず聞かせる類のものでな。歌集などは震え上がって船室から出てこなくなってしまった。君はなかなか見込みある若者のようだ。よし、前置きが長くなったが、君にこの船は乗客を迎え入れるごとにささやかな歓迎会を催している。アドルにはこの歓迎会の警備に当たってほしいのだ。ああ、これでも職業柄いろいろな人間を見てきたつもりだ。君は気概も申し分ないし、腕が立つことは見ればわかる。具体的な段取りは後で歌集にでも相談するといい。それでは頼んだぞ、アドル。皆様こんばんは。私は船長のバルバロスです。この度は旅客船ロンバルディア号にご乗船いただきありがとうございます。全長が50メライある本船は4本のマストを有しておりまして、サンドリアとエレシア大陸を結ぶ航路では最大級の。
ああ。何事だ？わかりませんが、何かにぶつかったようです。バカな、この海域に座礁するような場所、すぐに確認を取れ。あやいさん島から距離は取っているはずだが、まさかな。なんだあれ。ん？何の騒ぎだ。
やるではないか。キャッ、かっこいい。すげえや、スイフの兄ちゃん。お疲れさん。さすがはアドルだぜ。それにしても今のは一体何だったんだ。巨大なイカか何かの足のようにも見えたが。っておいおい、 Thank you.